京都が詩を読むラジオ第32回目なんですけど、美代子さん、はい、8月23日今日2時なんですけど、はいですね、あのちょうどこれモニターが高校野球の決勝戦始まったんですけど、甲子園を見ながらやるという、私ねここで、はい、WBC の決勝も見たし日本シリーズの第7戦も見てて、仕事中に、ちょうどそういう、いやそういうちょうど生放送が裏番組ですから全然誰も裏だと思ってないでしょうけど、ね、甲子園はねちょっと相撲と似てるんでね。どこが、いやなんかこう毎回毎回ドラマがあるじゃないですか。まあドラマチックだよね。そう相撲もやっぱ毎場所ドラマがあるんで、まあ一回見ると次も見たいっていう。でも相撲の魅力ってだんだんあなたと何ヶ月かやってて、はい、一瞬で決まるっていいよね。一瞬の短いその生と同で、うん、もうまあ1分あればもう大相撲ですからね。そうだよね、はい、そうだよ、何秒の世界なんで取り直しなんつったらね、はい、大変なことだから。でも野球っていうのも生と同なんだよね、うん、結局ピッチャーとバッターの対決みたいな、はいはい、ああ静かに始まって動くみたいな、はい、でやっぱり守備でもそのボールが来て取ってっていうのが、だから日本人にやっぱ国技が相撲で、うん、あのベースボール野球がこれだけ根付いたっていうのは似てるとこあると思うんだよね。それが俺なんかも好きだからさ。確かに。いやこれはでもあれだね、どっちが勝つと思う、あのかけるとか言わないでくれよ、問題ないから頼むよ番組なんだから人財産かけようじゃないかとか、ね、相撲もかけことはね禁止なんで、そうダメですよいやでもちょっと埼玉頑張ってもらいたいですね。本当、はい、俺でもね、俺は広陵の方が、お徳春もいいんだろうけど、あれ始まっちゃったよリアルだわ、1球目ボールだったこうやって言っとけば本当だってのが生でやってるってのが、そうですね、時たま言われるんで、これ誰もこの時間見てないんで、これ番組3人とかしか、甲子園のこれ決勝ですよね。いや違う、いつもでも、はい、後で見ますからってくんだからみんなあのメールするとまあね YouTube 上がりますからね、上がるからこの時間にやめてくれって言われたんだから誰が見るんですか、まあ、確かに平日のこの時間皆さん働いてますからね普通で、だから会社で見ろって言ったやついたら会社でお前の顔なんか映してたら大問題になるだろうやる気のないセールガンみたいな顔してって言われたよどういうことだよ、ね、ちょっとうまいこと言ったり、うん、まあでもいいんですか、ヒットです、ね、センター前にヒットになりました、花咲とかあるが。埼玉県って、はい、今までに一度も優勝してないんだって夏は。ですよね。あ、夏以外はあるんですか。春は大宮工業と浦和学院が1回ずつしてんだけど、はい、へー、そう、あんまり埼玉聞いたことないなと思って。今年はでもね、はい、広島強いだろ、広陵だろ広島で、うん、こういう時っていうのは勝つのはそうなの。横浜が勝った時はベースター勝ったりしてんだやっぱり。あ、神奈川大が箱根駅伝で勝ったりとか、はい、やっぱあるんですかね。カープも本当調子いいですもんね、去年今年な、うん、何なんだろうなあれ、やっぱり急に黒田さんのおかげだって人が多いけど、やっぱりその、うん、チーム意識変わったんじゃないかって、ね、だからこれ徳春勝った場合は、はい、西武ライオンズが逆転優勝したりとかいきますか、そういうので。あと冬のサッカーのが、はい、また埼玉の高校がいいとこまでベスト4とか行ったりするんだよ、こういう時って、うん、面白いもんなんだよ。どっちが勝つかによって、うん、この先のその県のなんか運命も変わるんですね、今年の後半の残りの。でもやっぱり甲子園出てくる子って今うまいよな。そうですね、すごいですね、銀次郎っていう名前なんだ。いやあんた野球の話いいんだよ。そうですね、銀次郎さん、ちょっとあなたちょっと、ね、あの見すぎなんで。すごい見ちゃったです。あの、いや今日行司さんにもね銀次郎さんいるんですよ。いや名前がね漢字違いますけど、行司さんの銀次郎さんは、はい、あれは芸名だろ、芸名っていうか、まあそうですね、あの歌舞伎役者みたいな感じのだろ、俺らみたいな、はい、その雪男とか宮子本名ですからね。あの銀次郎さん多いのは、はい、あの本宮博さんの漫画から撮ってるのが、うん、西武のキャッチャーのあの人そうよ、銀次郎、お父さんがそうよ。あ、じゃあ結構野球選手多いんですか、銀次郎って。おいおいおい抜けちゃったよおい夢中じゃないですか、ちょっと。いやもうちょっとあの雪男さん、雪男さん5分で、あのですね井上さんすいません、あの、はい、あとちょっとこれは告知なんですけど、はい、来週30日に夜8時ぐらいからですかね、はい、中野のバースミスってとこでチャンス大城の VB、うん、コントの、はい、プロモーション作って、私も1月に指の長いベートーベンの役で出てるんですけど、本当ですよ本当。それのちょっとあの予告編のありますんで、1分間予告編とかあるんですね、はい、そちらの方ちょっと、はい、これ本編20数分なんですけど、なかなか面白い、見ていただきたいなと。よろしくお願いします。でその後に今月のゲスト、あなたはあの毎月ゲストですからね、はい、
こちらの方なんですけど、はい、来週30日、水曜日7時から中野のスミスとバーの方で上映会でトークライブありました。私も出る形なんでよろしくお願いしますという形で今月のゲストですよ。この流れでいつの間にかいる感じじゃないですかこれ。いやいやいや悪かった悪かった審査したからこっちがいつもだと綺麗なんだよこれ、そうでしょ一応多分流してそれ綺麗に終わった後にも言わないで俺こっちも気になってっからあんたのこと忘れてたんだ俺いろいろ3つぐらいリンクしちゃったから頭が映って流れてるってことなんですよね。もう流れてる流れてるんですよこれ。ギネの太っちょカーボーイ、はい、ありがとうございます。パパイパイわーわー、はい、ありがとうございます。一応やっとかないと、うん、はい、ねえすいませんね暑い中。いやいやとんでもないですよ、もう本当に暑くて。お約束通り半年ぐらい前の、はい、本当にあの半年前のお約束蕎麦屋さんで会って新宿の蕎麦屋さんあれ他の放送局出んのでちょっとその前に飯を食ってたんですね、はい、で入ってきたら入ってきたからおーっつって今日一緒だよなっつって、はい、メールで来ててやられちゃったんですよ、はい、待ってたって待ってたって噂で、はい、入ってったなっつうので、はい、あの人先輩だったなって、はい、一応怒ってもらってですね、じゃあ出てくれって言われてあじゃあ出ます出ますってことで半年先なんだけどっつって結構先ですよ本当本当連絡来ましたからね。いやっていうかていうか入れとかないと月1だと怖いんだよ飛ぶ時あるから仕事入って、はいはい、そうですね、そうですね、うん、確かにあのみんなほら、こんな時間に入るのだって杉田博士のびっくりしたのがなんつったと思う、バーベキュー大会でネタをやりに行かなくちゃいけないから、はい、営業で平日の水曜日どんな会社なんだってそれ会社のおかしいよねだけど本当らしいよ、でそこで行かなくちゃいけないから抜けらんないんですよと、あネタやって指令の会社のだからやっぱあるんだろそういうの、すごいですね、大変ですね。バーベキューだったらね、はい、まさにこの時間ですもんね。先月だからね、ね暑い時期に。どうあなた野球好きなの？僕野球する中日ファンですよ。僕はやってたの野球。野球はまあいやほぼやってないです。ゲームですね、ゲームですけど。僕名古屋出身なんで、あのドラゴンズも生まれてからもドラゴンズですね。親も全部そう。親も全部ドラゴンですね。やっぱりそれは広島とかもあるだろうね。それもちろんそうだと思う。広島とか阪神、まあ阪神はねオリックスとかあるんで、九州もそうでしょ、北海道もそうだと思う。もう名古屋はもう中日新聞ですし、もう全部中日ですよ。はい、誰好きだった？僕はね、賀来源氏とかね。まあ古いですけどね。俺はね小松さんが好きだった。小松さんも好きですね。あの時代いいですよね。よかった。宮古さんとか。あの宮古さんって名前良かったのは裕次郎なんだね。そうですよね。かっこいいですよね。あれそれでやっぱ裕次郎さんから撮ってるみたいで。ああそうなんですか。宮古の宮古に裕次郎で。あの方はその後ねちょっと肘壊してバッティングピッチャーやって。今コーチかなんかやってる。やってますやってます。ね。はいはい、好きだったなあの左の。あの頃だと面白かったんですよ。でも親が好きだとそのチームを応援 したくなるというかするもんなんですか？もうするもんですね。なんかもう、うん、もうしなきゃいけないみたいなもうテレビつけやつやってますしね、やっぱ巨人の方が好きみたいにならないですか？はならないですね。僕は理解できなかったですもん。学校で巨人帽かぶってる子とかは、はい、なんでなんだろうっていう。いやだけどあれなんであの地域で例えば巨人好きになる子とかいるじゃない、うん、広島とか、はいはいはい、結構大阪とかもいますよね巨人います、いますいますいます。あれなんだろうね、ああいうことちょっとひねくれてんのかね。そうじゃ、まあ、僕のとこ多かったのは、まあ、まあでも親の影響が多かったですよね。やっぱりね、そこのお父さんが巨人ファンとか、もともと東京出身でとか、あ引っ越してきてとか、そう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 。あんま売ってないですからね、名古屋で巨人帽とか本当に。今さ、はい、野球の帽子って、はい、昔スーパーとかでありましたありました。今ないです。ないです見ないです。見たことないです。この間俺あの。一昨年かちょっとネタで楽天のデーブ大久保さん似てるって言われて、楽天の帽子買いに行ったのよ。似てるって言われて、で営業とかで一瞬だけなるじゃない。買いに行って伊藤洋華堂に野球の帽子ないです。ないんです。プロ野球の帽子ね。昔は売ってたんですか？昔は売ってた。売ってました。12球団。あの昔あの帽子キャップって言ったら野球帽子がなかったんですよ。そう。おしゃれで被るっていうか、本当に野球帽を子供が被る感覚ですよね。そう。はいはいはい。あのなんつったらいいの、もうそれしかないから夏に。そうです、かぶらされるって感じよ、はい、暑いんで、うん、だから子供みんな野球帽かぶってたんですね昔は。今だから本当にこ専門店行かないとないですよね。東京ドームのスポーツショップのとこ行って買うとか、プロ野球帽とか
だから、はい、覚えてる？イトーカ堂とかスーパーで売ってたのって、はい、巨人の帽子は多量にあるの。はい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 、おいで阪神もある程度あるの、はい、中日とか広島もまああったセリーが、はい、何回とかこのぐらいしかない。いやないですよ。本当の話は近鉄とか、はい、へえ、はい、だけど近鉄とかのおしゃれなのよ今だから。今見るとね、あなたなんか被ってるじゃん、ね、あのなんか、うん、ホッパーみたいな帽子、はい黒の、いやホッパーってなんすか。ホッパーホッパーってなのか。ホッパーホッパーってなんすか。ヒップホップみたいなことってこと。ヒップホッパーだよね。いや DJ が DJ が被るみたいな。ホッパーって言わないのか。俺ずっとホッパーだった。あんたの帽子見るたんびにあのこうまっすぐな帽子折らないじゃん、はいはいはい、今高校野球増えてんの。あ、ヒップホップの時代だから。確かに監督の帽子も結構まっすぐ、ね、俺の時ってこう折ったじゃん帽子。折りました折りました折りました。ハット折りました。で野球やるやつってここに、俺も野球やってたからあれなんだけど、新聞紙を入れてカッコつけてたの野球帽中に。どういうことですか。形を作るのよ野球のここのマークあるとこの、はい、おいで折ってたの、ね、で、うん、今はホッパーみたいにこう折らないんですか。折らないんだ。ニューエラみたいなことってことですよね。もうニューエラとかわかんないけどそれもじゃ見ててみな今守ってる選手 いいんですか。多いんだって見てていいよ。まあまあ似て入っちゃったじゃないかお前どうすんだ美容子お前。そんなこと言ってる間に、あ、埼玉じゃないですか。埼玉にて、そうか、折らないのか。ほらほらほら、まあそうですね。ちょっとこの子、ね、この子外野だから折ってるけど、え、関係あるすか外野だからとか。当たり前だろお前、日差しがお前ピッチャーとかよりは、あの外野ってこう来るんだよ、はい、野球やってたからで、はい、ここに墨塗ったんだから俺ら昔。デーゲームはデーゲームしかないから。あ、今サングラスですけど昔は黒も塗ってましたよね。サングラスしてていいんですか野球やりながら。プロ野球選手とかこう薄いゴーグルとか日差しマジですか。これ本当黒くのっちゃうじゃんね。そうそう俺、はい、それ日差しが、はい、確かになんかアメリカの選手やってたイメージあります。じゃああれはだからわあのおしゃれでやってるんじゃなくて、ボールがあのこれなんつうの太陽と交差しないんで、はい、うんうん、おいで俺らの時はそんなの売ってないから監督がワイン飲んでワインのコルクあるだろ、はい、あれ焼いてくれんのよライターでジューッと、はい、それでそれが炭になるのを一人ずつこうやって外野の子とか内野の子とかこうやってやってくれんのよインド人みたいになるよ。ほんとに俺んとき監督は酒飲みながらやってるんだ。違う、だから前の日前の日飲みたくないワインをその人に美味しいのに俺飲みたくないのにって監督が言うような大人だから、はい、今の俺みたいなのがお前らのために、はい、8月は暑いしデーゲームってかデーゲームしかないけど少年野球とかワイン飲んだんだぞって俺ら分かんないじゃんコルクなんか。だからそれをだからコーチとかそのみんな持ち合ってライターで焼いて本当の話を炭にしてくれてそれでここに塗ったのよ。へえ、野球の前日ワインが売れるんですね。じゃあ、いや、おい今はないよ今はちゃんとあるよ今ない。あれ高校野球でも塗っていいんですか。見たことないですよね。でも今はなんかしてないけど、はい、そこまでのあれなんじゃないんじゃないか。そうなんです。塗ってもいいんじゃないかそれは。なんか規定であんまり飲むなければ、いろいろ高校野球はちょっと違うからね。高野連がねいろいろありますからね、はい、ゲストすごいな今日古田さんと渡辺さん。ちょっと横浜校の元こっちは都庁会ボーイですよ裏番組だからこれ見てるんですか誰かこれいや見てないよ前から甲子園見てますよね絶対。あのこの間チャンスをしろと三浦マイルドにオファーかけたなんつったと思う出ませんって即答で言われたみたいなひどいですね。なんで僕らがその時間を潰してまで三木さんの道楽に付き合うんですか。折島一平さんも言ってたよあの私関係ないですけどオファー来てないんですけどやめてくださいとオファーする来てないのに断られる来てないのにっていうのね来ちゃったらどうしたらいいか。ちょっとあの番組戻しますね。もうあと35分だけになっちゃったんで、 そうですよ。あなたゲストで来ていただいて、そうです、はい、この番組は私 の、はい、あの書いた詩、詩人としての私の、あらそうなんですか。もう読むっていうのもあるんですけど、はい、まずゲストの方には、はい、いろんなこのことわざとか名言とか、はいはいはい、好きな言葉とか、はいはいはい、セリフでもよろしいんで、はいはい、っていうのを送ってあるんでそれを一ついただけると、はい、太っちょさん的に今言えばいいんですか、うん、どうぞお願いします。じゃあ僕ここにあの書いてきてますんで。そんなところに入ってですね、はい、ボケましたよ今、まあはい、テレビをよく知ってるねこれまさか声だけ映ってんのかどうかよくわかんない。これが入ってる可能性もあるから声だけの可能性あるからいいですか、はい、やりかねないから。まあ名言的なもん僕いろいろ好きで、はい、僕ね、プロレスも好きで、はいはいはい、アントニオ猪木さんの名言があるんですよ。ここ多いなやっぱり、うん、来るやつ男多いぞ。そうなんです。猪木さんやっぱりカズさんとか、いやプロレス好きですね芸人はね、
名言、アントニオ猪木の名言ですよ、はい、限界というから限界ができるんだっていうのがね、うん、僕好きですね、その名言。限界というから限界ができる。限界がどういうこと？限界、もう限界ですって言うから限界になるんであって、はい、そんな言葉言うなってあの藤浪をぶん殴ってましたけど。あ、そういうことか、はい、これね、猪木さん戦ったモハメド・アリーさんも、はい、不可能はないってやっぱ好きな、やっぱあの2人戦ってるじゃない、上行く人はね、だから彼らは本気でやったんだろうなって、アリーとか、はいはい、猪木さんなんか、そう思います、そっか、はい、自分で上限を決めるなってことですか。僕もそれ見習って、はい、バイト先で疲れたって言わないようにしてますから、ね、バカ野郎はいや、ちっちゃい、疲れたっつうと疲れちゃうから、でも本当にあなた正しいのが、私もう50前ですけど、うん、バイト先で郵便局で、うん、疲れたって言うと3倍疲れる。いや疲れるんですよ本当に。あ、でもそっか、はい、確かに自己催眠じゃないですけど、自己催眠、はい、で若い子が、うん、いや、 やめましょうよと言うの、うんうん、で最初はカチンときたんだけど、うん、言わないとその日やっぱ乗り切れる、乗り切れる、体が、まあ、疲れてない、疲れたとか眠いとか言わない方がいいって言いますもんね。 あと何つらいの、自分でやっぱり枠決めないで、はい、まだリミッター大丈夫だろうと思えば、うん、そうなの、自己催眠、本当にお笑いも滑る滑ると思ったら本当滑っちゃいますからね。そうですね、いや本当にそうなんですよ。ちゃんと腕あるからだけど、俺なんか滑んないなと思って言って、偉そうに言ってバーンと滑って、また滑ってるってみんなでやろう、そういう芸ですからそういう芸ですよ。びっくりしました、同期ですから僕ら、同期って今日下で話してお前何年やってるの、平成3年で5つ違うけど、はい、この子18ぐらい、あなたと一緒、はい、高校生ぐらいやってて、俺23ぐらい、はい、26年目です。そうだって、ね、もちろん先輩ですけど、芸歴は、はい、そうですよ、ね、あなた最初振り出しどこ、トリオでしたもんね。そうです、あ、その前は僕、ね、吉本ですね、の何期、まあ、高校の時にフリーでやってて、そこから東京に出てきて、まだ NSC がないんですよ。そうよ、そうそう、で東京、東京で東京銀座7丁目ができるっつんで、そこの一斉オーディションで入ったんです。俺7丁目出たのよ一回。それがニアミスしてるじゃないですか。違う、俺は事務所対抗。あれはやってましたね。僕はもうそのぐらいで辞めてましたもん。1年ぐらいしかいなかったんで。うん、でしょ、はい。新聞社とか全部来て、はい、これでもう今売れてる人しかいないよ。他は。俺バカちゃんと出たのが事務所対抗で、出て滑りに滑ってマネージャー頭抱えて逃げるより帰ったもん。ほんと嬉しかった、出た時7丁目の舞台に立てるって。7丁目劇場、確かになかなか立った人いない、銀座ですね。俺立ったよ、すごい。公演通りもある、一回なんかで、ちょっとなんかゲスト的になんか、両方ともなくなる前に。へえ、すごい、それはすごい。そうなんだ、 NSC なかったですもんね、やっぱ当時は。ないよ、銀座7丁目できた時は、はい、まさかの東京なかったんですよ、はい、だって人力車ぐらいだったよ。そうそうそう、事務所ってあったの、事務所ですか。 あ、事務所じゃない、学校が、学校が、はいはいはい、確かに鍋プロもなかったで、何、ね、東京来て、はい、吉本入って東京でやって、はい、で他移ったわけ。銀座7丁目1年いまして、うん、だから吉本でしょ、はい、で吉本行って、で、うん、そこであの仲いいやつを組んでホリプロ行ったんですよ。でそれがダボパンでコンビで行って、でボキャブラ出させてもらって、うん、でそこも2年ぐらいで辞めて解散して、トリオになって魔石に行ったんですよ。あんたも転々としてるな。そうです、魔石さんに行って、うん、まあ、魔石の同期が山本正美とかですね、はい、ああで、そっから、今のアミーパークっていう事務所に行って。もう何年アミーパーク、10年ぐらい、もう10年以上やってますね、12、3年ぐらいいるんじゃないですかね。あ、じゃあ一番長く、はい、よかったね。でもいいとこ渡り歩いてるね。まあまあなんとか、なんとか、吉本と、はい、何、ホリプロ、マセキ、アミーパーク、美代子は何、松竹なの、ずっと。いや、その前が浅井で、その前鍋プロ、うん、だってあっちも点々と。俺はでも10カ所ぐらい変わってるよ。すごいですね、もう分からない。それ知りてえ。一番最初どこだったんですか。俺ね、一番最初はサンミュージックのバラエティ制作。へえ。ゲットじゃないの。ほう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 、はい。それがあったのが預かりで、もう二十数年前。だから竹山さんとか、はい、カンニングとか、はい、鍋袋から来た頃。あ、じゃあ鍋袋辞めて行ったぐらい。それであの人たちは一回フリーホークスってとこに行って。はい、聞いたことある。漫才師。はいはいはい。それで俺はその時の後に小さいとこにいたのよ、一箇所が。それであの人たちが中島さん行ってて、でフリーホークス俺も行ってるのよ、あのがっぽりなんか。それでそれがなくなって、コージーさんとこのオフィスインディーズ
今のトップカラーの前に俺いたの。ほいでそのマネージャーとの、もうそのマネージャーがすぐ辞めるんだよ。でまた違うとこにその立ち上げて行って、そこでもう別れて、でさっきあの番組じゃ話してないけど、ほらやり手の女社長のとこいたりとかあって、もう一箇所あって二箇所ぐらいで6年ぐらいあそこいたんだよ。カズミたちと、世界のメザーとかと、なんつうっけ、ライターズ。あほーで今、俺多いよ、26年。10社。10社ぐらい。10社か。もうそれも綺麗に別れ方で、これはもう無理だと思うと。ほいで、円満対象。円満。だって付き合いがあったりするんだから。その後。なるほど。うまーくさ、そのまま辞めたマネージャーも、今でも年に1回電話でさ、元気ですかってもう辞めてるけど、いつかこの人また業界戻ってくるなと思って。そういう人は、辞めてても10年ぶりでも、全部顔聞くから戻ってくるから。すごい、ね、それこそ 3A のメジャーリーガーみたいなもんよ。あのだからマイナーリーグでずっとチームだけ毎年変わるみたいな、面倒だったもんだから面倒なんすか。事務所の名前だけ借りるとかもやっぱあったもん。いいですかって言ったら、本当仕事来ないですよ、だけどないよりはフリーよりは、まあまあそうですね、あと所属してるだけで何も例えば営業しても持っていかないですよね、うちはもうだから名前は貸しますから悪いことしないでくださいよ、年取ったもうその役者さんとかいて、面倒見てんだけど、あの何か入ってきたらメディアとかこっちにじゃあ対応しますからっていうのもある、だけどその2年とかはそこじゃない、会社名、どこなんですかこれって言われて、だから一時よかれたのが、あの芸人が知らない事務所にあの人は常にいるっつってたから、そうですね、あんま芸人の中では聞かない名前、そう知らない、みんな知らないっていうので言ってます、そういうとこ、まあいっぱいありますもんね、そういう事務所は ね、 やっぱね、いやでも事務所って多いよね、多いです。タレントさんの事務所なんて全然わかんないですもん、モデルさんとかね、タレントさんとかわかんないですよね、でやってあのよくテレビとかでやってて、誰々さんがいるので、うん、これトーク番組で、そうするとこんな事務所失礼だけどあるんだってので聞くような、うあるよね、ありますよね、でも結構見ると売れてる方いらっしゃったりとか、そうおいでな、あれ B 系だったりとかいろいろな系列なんでね、バーニング系だったりとかさ、びっくりしちゃうんだよね、あれ、子会社でいろいろあるね、そのタレントさんとそのマネージャーさんでも独立して作っちゃうとかいっぱいありますもんね、なんかそれだけで、でもマネージャーの力ってやっぱでかいよね、でかいですね、さっきだからこれ番組で話してないけど、いたんだよって、すごい、敏腕のマネージャーが番組作っちゃって押し込んじゃうんだから、なんでもすごいですね、すごいよ、だって電話が早いもん、あの走ってこうやって話してるじゃん、お茶してとか、飲まない人だから、女の人だから、飲まないんだよ、で例えばお茶してたり飯食ってたりして、どこどこでどうで、例えばあのエンタはこうなんだとか仕組み言うじゃない、じゃあ日テレの誰々さんとか電話すればいいのとかけちゃうんだから、でも仕事できる人ってやっぱ早いですよね、連絡とかメールの返信とかも、あとあれだよね、怖がらないよね、まあ度胸ありますよね、度胸あるよね、そのあのサラリーマンのやつでも会社やってて、やっぱり大きくするやつ小さくするやつって俺も見てきてるから、あの中小企業でもやっぱあるじゃん、従業員が増えてく会社と、やっぱり少ないとこってのはやっぱりこじんまりした5人とかな、まあそうですね、やっぱりそれってやっぱあると思うよ、なんすかね、なんですかね、やっぱそこって、まあ、芸人でもそうじゃない、まあまあね、俺らこれだけ見てると、こう言って例えばよく落ちたとか一発屋とか言うけど、あれだって俺らから見ればすごいわけ、いやすごいです、一発屋になりたいですもんね、3ヶ月だけ俺テレビ出たいって言うんでさ、こうかこうなったりするじゃない、だけどずっと行くやつっているわけじゃない、売れ続けてる人ってことで、出続けてる人ですよね、だからこの間のね、あなたもほら出てたトンネルさんの高明さんが言ったけど、テレビで美空ひばりさんが言ったと、売れてから芸歴だから1年目、いやー、まだまだゼロですね、ゼロなんだ、まだゼロだな、じゃあ M1 とか出れるってことですね、そうよ、そうですね、ずっと出続けられる、いや売れてからか、高木さんがこの間やってたけど、美空ひばりさんの言葉で有名なのが、売れてからがそれが1年目だ、だから美空ひばりさんは52で亡くなられてても、12ぐらいから売れてから、芸歴は40年あったけど、売れてる歴史と、裕次郎さんとか22で、52で死んで30年とか、それでも売れなくなってたら、まあ、それは別にゼロには戻らないですよね、それわかんない、まずは売れないと、それ1年目に俺らも足がかりとして
まだだから小学1年じゃないんだよ俺ら、幼稚園生なんだ本当ですね、まだ生まれてもないんじゃないですかもう。そうでしょ、シビアな世界です、シビアな世界だよ楽しくやりたいですね、もうねこんなに、はい、あの自分が売れないと思わなかったわよ。いや思わなかったですよ。こんなもう43ですけど。何年？49年1月4日生まれなんですけど。だから年明けたら4。いやそうそうそう。同級生4。そう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 。俺高校で始めた時の43の想像とは全く違いますからね。うん、全然違う。なんかかんか答えは出てると思ってましたから、うん、私だって23では売れてる予定でしたもん。もうああでもまあそうもう間違ってない。もうもうねえ。そうそうそう。いや。俺だって今確実にベンツ乗ってたよ。いや乗ってますよ自分のね理想では車は乗ってますよね確実に、ね、車乗ってないし免許切れそうだし免許は更新してください私免許は更新してくださいいやそういう状態になっちゃうと思わなかったよ。いやー本当ですよ、バイトしてるなんて思ってなかったですよ。いや思ってなかったっす本当に。いやあのお金を稼ぐ上で、はい、お金に困るなんてことがあると思わなかった。わかります、わかります、はいはい、で俺悪いのが良くなかったの、芸人始めたぐらいがあなたもそうだけど、はい、バブルが弾けた後だって。そうそうですね、はいはい、小銭稼いじゃったんで芸事で、はいはい、あんたも結構いい思いしただろ。あ、そうですね、始めてすぐ甘い蜜をね、甘い蜜は若い子言うとびっくりするじゃん、はいはいはい、桁違いに。それは人、まあ、1営業あったとしたらいくらぐらいもあるんですか。まだ全然売れてもない。いや俺なんか始めた時にもう5年先にはマンション買ってると思ってた、会社乗って。それぐらい、え、じゃあ何十万いっ、じゃあ5万とかでも2人で行って。だけど行った時にお酒はくれるわ、タバコはくれるわ、弁当くれるわ、それでチップはもらったりとか。チップはありましたね絶対。ご祝儀袋絶対 ありましたね、店の人からとか、スナック行って。バブル。だってあのネルトンパーティーってあったの、今でいうお見合いパーティー、はいはい、あれの司会やって、俺一番最初に2万円もらった時に台本読んでるだけよ今2万円営業誰くれる。いやいやいや、美代子さん、まあまあ都内で2万ってなかなか ね、それ1日に3回なんだよ。え、1回2万すか。そうやば、6万だよ。だからでもそんなありましたよね。あったよね、そんなありましたね、なんかね、なんかね、うん、スナック営業行ってとか5万とかさ、うん、あれありましたね、うん、全然ありましたね、うん、パイがやっぱないから。すごいバブルだ。いやあれちょっと良くなかったよね。良くなかったです。最初のおかしなりますよ、うん、お金がザカザカ入ってきたから小僧に、はあはあ、俺20過ぎ20歳ぐらいで、あなたはもっと若いわけだから、びっくりしたもん、うんうんうん、こんな金くれんだ大人がって。こういうもんだと思っちゃいますもんね。で、頑張ってテレビ出ないよってあの一言ね、それくれるんだよお金を、うんうんうん、だって嬉しくなるよ。今例えばお店行ってさ、そういうとこ行ってやってウイスキーくれるとか日本酒くれるってないよ、ね、お兄ちゃんなんか飲むのなんて言われて、うん、はい何でも飲めるのなんて言って、うん、これさっつって開けてないやつだけど持ってきなさいママとか、うん、え一本ですか。一本、ね、一杯じゃなくて一杯。あんたあんたそら今の時代その飲みなさいじゃなくて、もっとお土産よ。お土産で箱に入ってんのとか、だからそのぐらいみんな大人が、俺ぐらいの大人が気前良かったの、お金持ってる。お金持ってましたね。チップもあんまり、うん、くれないですよね。チップなんかもらえないですよね。もらえないですよね、うんうんうん、1000円くれればいいぐらいで。本当そうですね。それがやっぱり包んどいてくれて、うん、これはあのここのつけお店の融資からの、うんうん、はあ、バブル。バブルです ね、 ね。俺でもヘラチョンペさんとさ、うん、ある会社の新年会行って、はあ、ギャラはこうなんですけど、はあ、私らで融資で集めましたんでと10分説教されて、え君らね芸はもっと、うん、その部長さんに、うん、頑張んなさいよ、うん、応援してますからありがとうございますって、うん、ご準備を出されて、いくら入ってんのかな、楽屋買って中開けたら1枚ってどうするって言いに行くとやめよ。そんな小声で聞こえますめっちゃ小声でさ、飛び吐きましたけど言えないような話だけど思い出してほしい。いやでも本当バブルの時はいろいろね、ねあれがずっと続くと思ってたもんね。いやでも本当そうですね、まあ、一瞬で終わりましたけどね、早かったですね、はじけたなとは、まあ、なんかでも、はい、他に言葉、他に言葉ですか。ちょっといや何がいいですかね。よろしくお願いします。僕ね、はい、あのお酒飲めないんですよ。
え、そうなんですか。僕全くお酒がダメで、タバコも吸わないっけ。タバコも吸わないです。お酒の、飲まれますか。大好きですね僕ね。でも居酒屋行くのは好きなんですよ。打ち上げとかで、うん、行って、まあ、ウロン茶飲んでるんですけど、うん、その憧れる言葉ってのがありました。お酒飲んでる人がよく言う、うん、で僕意味がわからないんですけど、よくその意味がわからない、はい、言ってることな、何を言ってんのかなってのがあるんですけど、はい、なんかた多分ね、ホッピーかなんか頼んでるんでしょうね、はいはい、で店員さんに、すいません、中一つって言うんですよ。あ、あ、それが僕意味わかんないですけど憧れるんですよね、言葉が。あれ焼酎でね。そうですね、焼酎とこう、まあまあ悪いやつが来るんですけど、な、焼酎が中、悪いやつが外なって言うんですよ。あ、あ、このなくなったら中くださいって言うと焼酎だけもらえて、また割れるっていう、すごいお得なね飲み物なんですよ。いやもうあの途中から酔っ払ってくるとわけわかんなくなるよ。あ、そうですか。俺はあ、中外だ中だ、もう、そうですね、焼酎くれみたいな。そうですね、もう途中から焼酎くれになりますね。あ、あ、そう、その居酒屋でちょ憧れるのが、あ、まだあの、はい、よく水割りとかのね、こうあるでしょ、こうウーロン茶とかの、はい、これ水道水でいいからっていうのが、あのお金かけないでなんかよくそれ憧れるんですか。ちょっとかっこいいなと思うんだよね。お金かけないみたいな。そうなんですか。スナック行くと、はい、スナックの女の人がこうやって隠して洗って瓶に水道水を隠して、いや、あのスナックとだから、はい、ほら、あの瓶に入ってるミネラルウォーターってあるじゃない、はい、あれは結局高いじゃない、はい、飲んじゃうじゃない、はい、で蓋して出してくる、はい、全部の店じゃないよ。あ、水道水をペットボトルに入れて、そうそう、ペットボトルとか、はい、その瓶のやつあるじゃない、はいはいはい、高級感があるから、はいはいはい、もう全部の店じゃないよ、ちょっとこう田舎とか行くと、はい、それも笑いながら話しながら最近どうなのっつって、いや 裏でやるよすよね。いやいや、ほらすぐだから、もうほら出さないと。瓶も、うん、お客さんが5人とかしかいなければ、はい、瓶もそのチャカチャカ流せないじゃん、はいはいはい、そうこっちでほら、はい、ママなんつってチママなんつって、みんな飲んでて下にやってジャーッと洗って、きれいに、早いんだよ手際が、見てるとうまいんだやっぱり。で継ぎ方も、その継ぎ方っていうか、はい、瓶の中に入るのもきれいに、そのほら、うん、なるほどね、はい、売ってるような、はい、もう感覚でわかるんだよね、これシャーッてやって、すごいな、シャシャッと洗って、あ、キッチャンできたよなんてさ、夜の世界ですね、いろんな世界があるんだやっぱり、夜の世界が飲めないですからね、まあ、あんまね、なんでチャレンジしたことないの。いっぱいも飲めない。まあでも、もう飲め飲めって言われて、うん、あの飲まなきゃいけない場面もあるじゃないですか、うん、別にこうビールとか行きますけど、うん、もう息止めてガッと一気にこう行く感じで、もうゲバッとなっちゃうんで、もう入らないんですよ、もう、はい、へえ、もうダメで、でもあれそうだよね、下戸の人って本当に辛いっていうのが、うん、一回試すんでね、うん、倒れちゃうやつとか、そうそう、いるんですよ。僕はもう痒くなってきちゃったりとかするんですよね、うん、へえ、あ、じゃあもう体質的にダメなんですね。合わないんですよね多分ね、飲まないよ、まあ、飲まない方がいいよ、体質的に合わないと、飲むとおかしくなるから。でもね、年取ると例えば50とか超えたり60超えて飲めるようになったりするんだ、うん、あのよく言いますよね、なんか年いくと飲めるみたいな、あのうちのじいさんそうだったらし、タバコはすごい吸ったけど、退職して60とかで80ぐらいまで生きてたけど、ちびちび飲んでみろよとやることが、仕事がなくなって周りが青年団かなんかで言われた時に、正月かなんか飲んだら飲めるかなって思って、若い時は倒れたから、ほらここでゆっくりゆっくり、やっぱ1本ぐらいこのぐらいの日本酒が死ぬまでに、やっぱへえ、あんたなんか分かんない、よく今なんかさんまさんも言ってましたよね、なんかあの全然飲めなかったけどドイツに仕事で行って、はい、黒ビール飲んだら、うん、すげえうまくて、そっから飲めるようになったって、そんなあるんだみたいな、あるんですね、だから体のさ、結局アルコールの排出するかなんかの成分って日本人って少ないんでしょ、だから下戸が多い、なるほどなるほど、外人は多いんだって、それが排出できるかなんか溜め込める、だから下戸って言葉がそれあって、日本人は少ないんだってそれが、だから下戸の人多いじゃない、女性でも男性でもダメだって、マシになったりとか、だけどそれが何かの拍子で、だから内臓とかどっか変わるんじゃん、だからほら代謝で、俺らも、はいはい、若い時と違うじゃない、覚醒遺伝、覚醒遺伝的な、それができるようになって飲めるようになったりとか、じゃあちょっとお酒好きなんですか、お酒は。私は飲みますよ。そうですね、僕ね、よく焼肉屋とかみんなと行って、うん、はい、みんなお腹減ってる状態ですよ、はい、お腹減ってる状態で、うん、僕は別に普通に肉と飯を食いたいわけですよ。そう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 。でも飲める人って、うん、ビールと
あのこう単勝から行くみたいなとこあるじゃないですか。そうですね。それで満足できてるもんなんですか、その空腹というか。私白米食べないです、焼き肉行ったら。あ、そうなの。はい、もうさっきビールと肉で、うん、あとたまにキムチ。それで別に空腹は別に欲求は大丈夫な感じなんですか。満足ですね。酒の方が上回っちゃうところなんですね。じゃあそうですね、もう酒代の方がかかりますよね、飯代より、うん、若い時は飯まで食ってたはいはいはい、今20代とか30代頭、今は同じ、年取ってきて飯までたどり着かない。私雪男さんと一緒なんですか雪女ね雪女まだ年齢あるんですよ。体がだって違うじゃん。まあまあまあ、そう、前まで行く体してないじゃんそれ。まあそうですね。じゃあもう お肉食って酒飲んで終わり。あとね、はい、先にご飯食べて酒飲むっていうのが若い時は、そっちの方があなたみたい。だって空腹があるわけだから、うんうん、酒飲んで別腹みたいな、はい、まずはだから一杯茶碗で焼いて食べて、はい、俺もういいからっていうので、うん、焼酎とか。あ、そうするとだって満腹になってるから、うん、飲む量も減るし、うん、そっちの方が嬉しかったし、まずはやっぱ同じだよ。でもだって焼肉屋ってさ、大人になってるからだけど、酒飲めない年だったら絶対飯から食うのは、まあまあ、僕は普通にそうですね、はい、肉食って飯食ってですね。だけど酒飲みってやっぱり、焼肉ってすごい、寿司とかってメインのつまみなんだよ、うん、人生において思い出に残るような、その、うん、あそこで飲んだらうまかったなとか、うん、仙台の牛タン食ったのとか、うん、そのぐらいだから、そのつまみとしては最高級のレベル入ってっちゃうんだよね、うん、焼肉って。そうですね、食べてるようで、やっぱ焼肉屋の焼肉ってワンランク上じゃん。うん、自分家でやってなんか、まあまあまあ、スーパーで買ってきていくら高い肉でも炭火で焼きますからね、店は。で寿司屋でやっぱり寿司食うっていうのもやっぱり、うん、酒と一緒のそのつまみとしてはもうランクが上なんだよね、気分的に。なんかいい一日過ごせたぞみたいな。わかります、わかりますよ。そうでしょ、はい、なんか先行かかなんか、こんな家でビール飲みながら野球見たりとか、そういうののレベルじゃなくて、なんか、ね、あ、生きててよかったな今日みたいな、明日につながるみたいな。だからそういうのがわからないわけでしょ。僕はわからない、わからない、酒飲んでないんで。寿司屋も私もつまみにしてもらいますもん、シャリなしでも。刺身的なこと、刺身にしてもらいますね最初は。へー、もう完全にそれなんだ、寿司食わないんだ。寿司で最後後半ちょっと寿司食べるんですけど、最初もうつまみで。あのね、ビールから飲む人ってそこあると思う。ビールから飲む人だから、ほうほう、でもまだビールが米みたいなもんですよね。俺はね麦だけどね、麦で米だけど俺は焼酎しか飲まないから、ずっと焼酎だから今。だからもう酒って部分、ビール飲まないから、うん、まずとりあえずビールって言葉があるじゃん、はい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 、大人の言葉みたいな、はいはい、この人たちはビール飲む人たちはとりあえずビールで、はい、もう緑茶入ってなるから俺は、一発目から。そうなるともう感覚的にやっぱ違うと思う、その食べるもん、まあまあまあ、とか合うもん違うんですよね、やっぱビールと焼酎じゃ。でも日本酒も違うし、ウイスキーも違うし、やっぱりウイスキーなんかめった飲まないけど、いいウイスキーなんかどっかで飲みざるを得なかったら、ほら仕事とかで日本酒とかなると飲んでみると、やっぱつまみが違うっていうの分かる。ピーナッツとかチーズとか、そうですね、チョコレートとかね。あ、なるほど、ウイスキーってそうなんですか、ピーナッツとかが、うん、あ、それ楽しいですねそれで。だからコーラ飲む時とサイダー、違いますね、食べるもんとか、あとご飯食べる時に緑茶とかウーロン茶とか、はいはいはい、熱いお茶とか、結局味噌汁あったら熱いお茶いらないじゃん。まあまあそうですね、あの冷たいお茶の方がいい、やっぱそれに近い、はいはいはい、食生活、酒っていうのは。なるほど。焼酎は何がやっぱ合うんですか。その俺はだから、はい、家で飲むときはイチゴの20度しか飲まない、ね、そういうのがあるの、イチゴで25度ってのがあるんだけど、12度とか、はい、俺その真ん中で20しか飲まない、はい、黄色の、なんでって言われて、25だって酔いすぎじゃん、20度だと。そんなやっぱ違うもんすか、ほろ酔い気分で一人で終われるのよ。へー、だから、まあ、いいよりになるのよ。だけど25度飲んじゃうとベロベロになって、もうなんでこんなことやってんだ私は一人でと、頭痛くなっちゃった、頭痛くなったりとか、寝るのに寝て起きて、なんか肩が痛いぞとか、なんかその気持ち悪いぞと。だけど20度だと、あ、いい夜だったな、今
今日太っちゃりあったし、うん、猫にあったしみたいな、いい昼間だったみたいな、いい一日になったっていうので終われる、あるんだやっぱ体だから。よくあのなんか4リットルぐらいになるじゃないですか、なんか大五郎的なやつ、ありますね、ビッグマンとかだろ、ビッグマンとか本当にビッグマンなんだから、あれで500円ぐらいで売ってたりするんだね。あれとかよく聞くのは悪酔いするみたいな、あれ悪酔いしますよ、もう本当、はい、目つぶれますよ、多分。そういうこと言うな、お前。ジンマシンぐらいにしときなさい。覚えよ。工場アルコールみたいな。目つぶれるからダメですよ。ジンマシンぐらいにしなさい。ジンマシン出るわ。いや、憧れますね。あれは本当ジンマシン出る。本当ですか。本当。若い時で。あ、俺ね、ある若い時で安いとこに、32、3の時に、はい、25ぐらいの後輩連れてったの、はいはいはい、そしたら次の日、本当に電話入って、はい、体中ジンマシンになっちゃった。それ俺は何でもないんだよ、もう完全にそういうのになってる。でその子はそこまでアルコールのあれがないんじゃない俺みたいな強ないっていうことで飲ましちゃったの、はい、飲めよ、怒るから怒るからっつって、うまいだろっつって、はい、これであのなんつったのウインナーでも赤いウインナーとか出てきて、はい、珍しいですねなんつって、そいつも喜んで、はい、で刺身とかも食ってたんだよなんか一緒に、はい、あーなんつってわーなんじゃーなんつって次の日朝何も泣きそうな声で、体中ジンマシン出てるんですけど、大丈夫ですかって言うから、俺大丈夫っつったら、強いな、恐ろしい、雪男さん、雪男ですね。じゃあ一つ私のつい最近の、あら、はい、新作の詩を、わかりました、はい、急に詩を読むっていう、時間なくなってきましたんで、お願いします。はい、タイトル、はい、パズル、一つ一つのピースを埋め、どんな絵を作るのか、誰もが毎日一つ一つのピースのを埋めている。どんな絵を作るのか自分が決める。俺はどんな絵にしたいんだ。パズルが若い彼よりも彼女よりも埋まっている。どんな絵にしたいんだ。ピースを埋めながら考えている。どんな絵にしたいんだと。雪男でした。どうですか。褒めるための番組なんだよ。よかったなって泣くか。いいね、いいですね。そう、あの笑いとかじゃないですか。本当普通にいい、いい、昼間からいいじゃないですか。詩作ってこいよ次。いいじゃないですか。昼間からいいじゃん、いいですね。ほっこりっていう。どうなってんですか、氷は本当に。2対1だよ。じゃ入りましたよ。ちゃんとピース埋めてるんだよこいつらだって。本当ですね。まあでもそうですよね。僕らなかなか埋まらないですけど ね。いや埋めてきたいですよね。結構もう時間的には埋めてきちゃったよ。あら。この間ね、安倍晋之助さんの2000本の友達から送られて83ピース残しといた、今年シーズン始まる前残ってて2000のそのピースを埋めてった。で2000本達成してと83のピースっていうのをそれ見て俺作ったんだけど、俺も結構もう埋まっちゃってるぞと思って、パズルの自分の絵が49にもなって、あと何年生きるつもりなんだ私と、これどうしたらいいかなっていうので描いたの。若い子はまだ埋まってないなっていうので、あ、そうかね、年とともにね、実力言ったら全く埋まってないですよ。もう一回あの投げちゃうか、まあな皿の状態に一回ね、振り出しにピースを投げちゃってまたゼロにして一生懸命埋めとくか。そう、もうなんか一生懸命も嫌なんで2ピースぐらいでこうでっかい2ピースをこうはめ込むぐらいでいいんじゃないですかね。勝利、勝利って勝利ってバンバンってはめ込むぐらいで。まあな、おいおい、すごいな、徳春がいつの間にか初優勝しますよ埼玉。わかんないんだよ今年は。でもほんと急に逆転したりしますもんね。高校野球はそうですね。今年は飛ぶからなんかホームラン多いから 3.4 って当たり前だもん、9回とかで。なるほど、一瞬のドラマで魔物がいるってよく言うけど甲子園にはさ、本当魔物いますよね。でもこの子たち嬉しいだろうな。まあそうですね、それは ね人生で最高でしょうね。なかなか経験できないですね、だって20年とか30年経ってて、俺ぐらいの年になって、今 DVD とかあるわけじゃん、見てもそうだけど、撮っといてさ子供とかに自慢するんだろうな、お父さんこれは。何十回これ酒飲みながら見たっていいぞ自分の。最高ですよ。テレビ出るとやってるだろ、相場やってますね、ジュース飲んで。はい、面白いなって。ジュース大好きですか。俺だって自分好きだろ、テレビ出たら撮ったって見るっていうか笑えます、自分の見てて。僕なんか笑いますよ。へえ、ニヤニヤして見てますよ。恥ずかしいというかもう、まあ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 、そう、なんか物によります。恥ずかしいのもあるし、うん、見たくないのもありますけど、面白いなって褒めてもらってるのは何回も見ます、うん、やっぱり世代的なんだよ俺ら。結構自分好きな世代だ
あ、そうか、世代的に世代なんですね。結構芸人この世代になってる年のって自分好きよみんな。そうですね、確かに40代いなかったんだから今みたいに。なんで芸人になりたいんだって言われたけど、なりてんだからしょうがねえだろって。いや、まあでもそうですね、本当に、うん、暴れるぐらいになりたかったよな。じゃあそうです、そうです、うん、あの当時はそうですよね。おだって、うん、今みたいに何かがあって学校があってじゃなくて、うん、どんな手段使ってでもやってやるっつってさ、ほい、うん、でなんかそれがもう俺その時に言ってるセリフが、俺これ映画になるなと思ってたんだから、もう今ぐらい自分がその一大物語みたいな、大河ドラマみたいな。俺らの時ってみんなそうだもんね。そうです、そうです、当時はそうですよね、うん、今はルートがいっぱいあるじゃない。そうですね、そうなんですよね。今結構本当になりたい、あの なんか憧れみたいになってますもんね、うんうん、芸人さんになるみたいのが、ね、本当ですよね。だいぶ地位が上がりましたよね、そうそうそう、芸人の地位は。それ困っちゃうんですけどね。逆にね、困っちゃうんですよね。よかったんじゃないか。でまあでも東大卒業してるやつとかが芸人やってたりとか、 やっぱなんかおかしなことになってますよね。ねえ、なんか元オリンピック選手みたいな人とかがやられてもみたいな。まあね、いろいろあるけど、まあ、明日も頑張ってこうってことだよ。急に閉まるね。残り、残り3分だから。はいはいはい。告知いっぱいあるだろ、はい、テレビとかも。いや、テレビないですよ、もう本当に。この間出てて見たよ。この間トンネルさんの出させていただいて、うん、別にそっから特にないですよ。何も厳しい世界ですよ、本当に。だけど、あれ DVD になってるだろ。え、僕は録画したやつですか。違う違う違う、滑り、あ、滑りすぎてじゃない、細かすぎて。いや、滑りすぎて、滑りすぎて、滑りすぎて出たくないわ。絶対出たくないわ。怖い番組。いや、じゃああれですよ、トンネルさんのやつ、うん、あれもうなってないですよ。あれはあれなってないんだって。なってないです。あのネタやっていくやつですよね。はい。アラビキ団とかになってる。アラビキ団はもちろんなってますね、うん、あなたの会とか。はい、あ、もちろんなってますね。はいはいはい。ロフトチョカボーイさんで、はい、まあ、テレビないときはそっち宣伝しとけば。あ、そうですね、うん、DVD があるから、はい、アラビキ団の DVD がありますんでね、うん、見てみたいって方いらっしゃったら、はい、後でもね、それ、そうです、そうです、やっぱりそういうのでさ、見て、はい、そこからファンになってくれる人は。あと今日事務所ライブありますね、この後。あ、この後今日の話しても誰も行かないから、うん、これ見てるんでしょ、だってこれ、だってみんな、いや、見てても誰もいないんだよ、誰も今日は見てないから、多分どうなってんだよ、これ。今日の夜ちょうど見るか。そう、あ、そう、いや、終わったぐらいだから。あ、そうなんだ。あ、一応今日アミンバックライブ。はい、はい、そうです、そうです。何時からですか。今日は19時半から新宿バティオスでやってますんで、はいはいはい、よろしくお願いします。毎月ですよ、うちの事務所。各月じゃなくて。はいはいはい、事務所ライブはやる。もう100回とか100。まあそのぐらい行ってると思いますね。はい。ね、はい、もう満帆。いや、なことないです。お席に余裕がありますのでね、ぜひ、あの、ね、団体で来ていただいて、いや、はい、ね、いろんな人誘っていただいて、ね、いや、ミーパークさんっつったら今ね、売れてる方がたくさん、まあ、U字工事とか、純一ラビットソンとかですかね、はい、ね、こう上に、はい、皆さん頑張って、安定感のある、自力で頑張ってますから、皆さん、ね、そうだよね、本当そうですよね、本当に、いや、偉いよ、自力があるからなんですよね、自力でなんとかやってますから、もうその次はね、来年は太っちゃカーボーイさんの時代、ありがとうございます、はい、よし、来年はもう狙い撃ちで、あ、何か番組お願いします。はい、ね、今年来ていただけたっていうのがもう嬉しくなる。またお願いします、はい、今度は詩作ってきてください。わかりました。それが条件ですから。2度目のゲストはノットさんが作ってくるんですね。ニヤニヤさんがこう呼びます、ね、ちょっといい男風で呼んでください。最初照れるけど、うん、慣れてくるとネタと一緒だよ、ね、あ、まあそうですね。やってることが俺らが芸なんだから、まあ、全部が。わかりました、うん、ね、また遊びに来てください。ありがとうございます、よろしくお願いします。みゆこさんの何かありますか。はい、私ですね、9月23日に、はい、落語をやらせてもらうことになりまして、あの花いかだっていう相撲の落語なんですけど、やるのでよかったらぜひ見に来てください、はい、わかりました。また来月、来月はまた第4です。さよなら、さよなら。